アブラムシャノファイク、あの組織とはちょっと違うと思うんですけども、あの上海って今すごい物価高く、僕も行った時には全然日本と変わらない、むしろ高いぐらいだっていうふうに思ったんですけども、磯野さん暮らしてて、あの物価ってどう思いました？確かに上海は高めですね。まあ、例えば、まあ、PCR 検査、私帰国するために受けてるんで、うん、あとトラブルがあったので2回受けてるんですけども、蘇州で受けると4000円とか5000円のところを、4000円、あと上海だと倍ぐらい、8000円ぐらいは8000円取られるという感じでした。あと、まあ、そうですね、それ以外であとは、まあ、お食事とか、うん、飲みとかっていうところで、やっぱり、上海だと本当に美味しいものを食べようと思うと 4,5 千円以上かけなきゃいけないんですけど、蘇州、うん、だったら、うん、同じものだったら2000円、3000円とか、やっぱりちょっとお安く食べています。どんどんその経済が変わっていってるので、今ちょっと捉えどころはないですけど、上海って例えばその現地の、まあ、20代ぐらい の, あのスタッフを雇おうとすると、大体給料っていくらぐらいですか？今いくつぐらいですか？20代の若いスタッフに、あのじゃあ募集かけようみたいな話になってきて、大体給料って、なかなかちょっと難しいところありますけど、まあ、一例ですけど、例えばうちが募集かけるときに16件なんで1万6000元ですね、ぐらい。23、24万ですかね。そうなんですかね。じゃあ、でも日本と変わんないですよね。ただし、自分、我々のところで、その中で募集するとなかなか捕まえられなくて。あ、もちろんね、しかも分野によって、あの、例えば IT 系のスタッフがすごい高いです。そうですね。はい。職種、年齢ぐらいなんて職種でしょうか。ですので、我々のところで、私、あの技術なので、うん、まあ、FAE というフィールドアプリケーションエンジニアを雇うっていうと、さっきの額で募集をかけた場合に、うん、まあ、リクルーターから言われるんですね。その額じゃ、来ねえか。わかりません。無理ですけど、っていうふうなのがまず一言言われますね。でも、やっぱ日本とか、その特にあの今って、あと思ってたのは、新卒とかもそういう若い世代ともかくとして、まあ、キャリアアップしていく。まあ、それはもう年齢かかる。例えば IT 業界っていうのはめっちゃ高いし、あとはその普通の日本的に管理職なんかも、例えば、あの、中国の部長さんクラスの人、まあ、プライドも高いっていう。今、日本だと2300万じゃないですか。でも、あの、例えば大手さんなんかにとてもそれじゃ、あの、その給料が収まらないっていう話を聞くんですけど、やっぱりそれって感じますよね。向こうのナショナルスタッフとかの部長クラスって言うんですか。あ、でも多分そうですね、あの我々の雇おうとしているその、うん、まあ、普通の、まあ、平野スタッフっていうので、うん、そうさっきのちょっと上昇を見せてるんで、うん、結構やっぱり先進系の、うん、とかなり高額を出してるかなと思います、ね。一方ではそのやっぱり上海って作るかみたいなのは、あのそれこそあのオークションのことか、日本円で言うと、10億みたいな、あの、マンションが普通にあったり、あの、それとベントレーとかの普通のディーラーがあったりする一方、あの、すごい、土底辺行くと、なんか100円もしないようなものを普通に売ってるわけじゃないですか。はい、あまりのその貧富の格差もびっくりするっていうのがあって、なんか僕らはね、こうやって普通の、なんか普通のっていうその概念みたいなのが違うんでしょうけど、なんか、やっぱりその幅が、物価の幅って、やっぱりこの、特に上海なんか違いますよね。そうですね。まあ、あの、オークションっていう意味では、うん、私たちはやっぱり、あの、安全性っていうのもあるので、うん、結構、まあ、いい、うん、比較的いいマンションとかに住ませてもらうんですけど、うん、その周りで売ってる中古マンションの額とかを見ると、中古で億、1億円ぐらいの値段を見るんで、ちょっとびっくりしますね。私も、あの、上海で、あの不動産買ってびっくりしました。いや、あの、そんなんですよね。そうですね。だから、ちょっとバブル、まあ今多分なんかいろいろやってると思うんですけど、うん、やっぱり実際バブルなのかなっていうところはありますね、上海に関して。結果プラス、なんかちょっとバブってる。特に不動産は、僕は最初言った2018年とかでも、あの、本当に、と思う。しかも、その中に日本のマンション、例えば関西のやつと物件とか見てて、したら彼らは別に安いんですよね。そうですよ。あ、日本で、あ、この S 買えるんだみたいな感じで同じような投資対象になってて、はいはい、うん、あ、日本の場合お安く買えますよみたいな
ってちょっと心配ですね。確かに上海の人たちって持ってる人本当に持ってるんで、さっきコレクション2件3件持ってるんですよね、うん、それ人たちが北海道とか、うん、皆さんね土地を買ってるとかっていう聞くと、はい、すごい日本って大丈夫かなっていうぐらいの気持ちになってますね、うん、あとは上海の生活で交通機関という仕事でいう、やっぱコロナで移動の、もちろん制限あったりするので、いろんな生活などが必要で、地下鉄とかはね、もちろん使えるけど、タクシーとかも機械多いじゃないですか。はい、その時、上海行った時、タクシーこんなに簡単に伝わるんだったら、僕の中で結構衝撃であったんですけど、はい、伊勢野さんって、その辺にどうされてたんですか？ディディとか使われたりする、はい、我々も本当にディディが使えないとダメで、うん、那覇市のタクシーを捕まえるの結構難しいっていうのは実際ありますので、那覇市で捕まえ、流してる理由がないですよね。ディディだって。捕まえる理由もないし、流してる理由もないしっていう。特に出張でホテルに行って、はい、ホテルからっていうと、はい、ホテルに泊まってるタクシー、ほとんどゼロに近い状態で、はい、でもみんな来るんですよね。うん、で目の前で、あれこの人って何やってんだろうと思ったら、やっぱりディディで、最初の頃ディディ使えなくて、あれどうやって行けばいいんだろうと思って、ベルボーイの人に呼んでもらったりとか。あれ、でも、ディディも行った時に、あれ、電話で話しなきゃならないじゃないですか。はい、あれがやっぱり外国人だったら、ボトルネックの。僕が、最後の時って、そのメッセンジャーで翻訳ツールが入ってて、はい、で、会話しなくても大丈夫って仕様にはなってるんだけど、でも実際、タクシーの運転手さん、面倒さんとかってすぐ電話してくれるっていう、それって今、思い出すと思います。あります、あります。私が最初の頃も使ってました、うん。GPS のところに来てくれって言いまして、それだけで全然来ない、かかってこないで来てくれてたんですけど、うん、ここ2ヶ月かな、うん、ボタンが使えなくなってるんですよ。なんでですか？それが7月か8月だったんで、うん、後で聞いたんですけど、うん、もしかしたら7月ぐらいに、確かディディが中国政府から、うん、何か食らったんですよね。で、なんかありました、ね。一時使用禁止になったんで、すでにダウンロードしてる人は使えるけど、うん、新しくダウンロードを差し止めみたいな時期だったんで、なるほど、それの影響かなと思ったんですね。やっぱり状況変わってて、中国ってやっぱすごい良さもあるけど、状況どんどん変わってきますよね。どんどん変わりますね。あとそのやっぱ生活と仕事で行って、やっぱもう一つよく聞くの駐在員の方が行くんだけど、医療が困ると。で特に家族連れなんか行くと、やっぱりその日本の自分で基準に考えると、なんかそこにねマッチするのが整ってないっていうので心配だ、うん、特にさっきコロナ禍の話とかもありましたけど、いつも医療とかってどうされてたんですか？はい、ですね、医療に関しては、まず、会社が、海外旅行保険みたいなのが入るんで、そちらのところで、こういうところに電話してくださいっていうのがあるんで、やるんですけど、やっぱり数が少ないんですね。で、それ以外のところにも、現地でウェルビーっていうのが、ウェルビーっていうのがあって、それに一応入ると、もう少し選択肢が増えたり、あとフリーダイヤルでかけると、この病院行ってくださいって言ってくれたりするんで、ですので、うちはたまたま、マンションの下に、実は病院があるマンションだったので、それが良かったですね。日本人がいっぱい住んでるマンションだったんで良かったんですけど、多分そこで扱えないっていうこともあったんで、しょうがないからホテルのフロントに電話で聞いてもらって、ちょっとそこの別のところはタクシーで10分ぐらいのところあるからって、自分の子供ですね、休館でっていうのがあったことあります、ね。訴訟なんかだと、そうはいかないと思うんですけど、そうですね。蘇州だと、やっぱり、自分が住んでたマンションから40分ぐらいかけていかないと、まともに対応できそうなところっていうのはない感じですね。ですので、日本語スタッフがいついつまでに来るっていうのを聞いた上で、そこで待ち合わせみたいな感じになる。なるほど。でもね、それは、その一卒もやっぱり中国ではなかったら、大変ですよね。そうですね。そこまでは、大変でしたね。そうか。その子供の時にも行ったら、やっぱり日本語を喋れるスタッフは誰もいなくて、かろうじて韓国人の医者、お医者さんが英語で喋ってくれるとか、なるほど、それ以外の方は、英語もやっぱりあまり喋れないっていう人も多いんで、じゃあ、身振り手振りですか、やっぱ最強ですね、身振り手振り。あとさっきタクシーの話で、特にその中国だと、
すごい頻繁に変わるっていうのでは、あの決済に引くんですよ、アリペイ、ウチャットペイ、はいはい、で、あの今もあれがないと生活できないじゃないですか。ただあれもやっぱり特に外国人に行くと、あの例えば何年か前に住んでた人で銀行口座作った人が、あの実はもう3年間住んでないと、あの銀行口座急にあの使えなくなったりとか、はい、あの銀行口座中外から簡単に作れた、ですね、そうですね、あの入ってから、居留許可証とそれからワークパーミットを得てからやっぱりすぐ作れるんですけど、それを得るまで結構時間かかるんで、それまで現金持って生活するしかないんで、WeChat Pay 使える人たちに現金を渡ってちょっと申し訳ないんだけど払ってくれるっていうところです。あの僕行った最初2018年の頃って、あの現金渡して俺に送ってくれっていうのができたんですけど、でもそれもね、今なんかそうですね。行けなかったっていう。あ、もしかしたらそうかもしれない。うん、まあ、で街中で大体もう現金使えてる人がいないので、現金もしかしたら渡しても断られちゃうかもしれないですよ。そうです。あの、その時は一緒にいたガイドさんとか、その人たち、その人にちょっと、あの、じゃあ100円渡すからちょっと入れてくれないみたいなので、心よくやってくれたんですけど、それもなんか、あの、途中から、あの、規制でできなくなってってので、で、ちょうどその、え、どうしよう、次からと思った時にその待ってたから、今どうなってんのかなと思ったんですけど、西野さんの場合は、あのそのパーミッション、そ、あのそうですね、自分の場合もすでに銀行の紐付けができるようになったので、はい、自在に使えるようになったんで、助かったんですけど、今、外国人って、あのアリペイ、ウチャットペイ、まず使えるんですか？いやー、でもなんかそうですね、確かクレジットカードで登録できるっていうのを、私は言ったことないんですけども、できるというふうには聞いています。なるほど。ただ、その通りやってもできないという、うん、我々の例えば香港の人たちがやろうとすると、なんかできないと。あ、なんか、香港ってなんか独自なあれカードなんですよね。うん、なんか香港と中国の本土、あの、だから僕らのなんか流通してる話だと、あの中国、香港作ったカードが、あの、紐付けできて、で、それを、例えば深圳とかだと使えるっていう話が去年ぐらいあったんですけど、多分今それもどういう状況だったのか全然わかんないっていう。